リトルドラゴンボーイ。元気よく賛美を持って礼拝を始めていきたいと思います。天地を叫べという元気のいい歌を歌いますので、皆さんご起立できる方はご起立して歌ってください。
愛する天のお父様、あなたの御名を高く褒めたたえます。今日もあなたに名前を呼ばれて、私たち一人一人はこの神の宮に集まりました。あなたの素晴らしい名前をこの場この町一番最初に高らかに賛美できるこの恵みを感謝いたします。
ての人々すべての物事に感謝して、愛する主イエスキリストのお名前を通して心からお祈りいたします。それでは静まって知るという歌を歌いながら献金の時間をさせていただきます。献金のご礼を言った方からどうか一人一人前の方に捧げてくださいますようにお願いいたします。今まで本当子供も小さくて、まあ、今回まだ小さかったんですけど、
けて、で結局自分で世話をしているから、ご飯は作らなくていいし掃除もしなくていいけれど、なんか全然楽しめなかったの。でみんなと喋ろうとしても子供が引っ張って、ママ遊ぼうとか言うと公園に行かなきゃいけなくなって、はぁーとか思って、結構楽しいけどそんなに楽しくないかなみたいな感じで、みんなで出会えてるけどなんか会話もほとんどできなくてっていう感じで、いましたが、今回は本当に楽しいとか思いました。リアちゃんのちっちゃかったけど仲良く楽しくこう学校、午前中にある学校のクラスにもすごく参加してくれて、でいろいろクラフトやってくれたりを勉強したりと、すごく本当に楽しんでました。なので私もその行ってる間に自分の時間のようにメッセージを聞きに行ったり、スポーツに参加したり、本当にね、スポーツなんて私ちょっといいわなんて言いながらも実はこうちょっと参加したいみたいなところがあって、で参加してみたらちょっとね、野球とかも当たっちゃったり、サッカーのゴール決まっちゃったりとかって、偶然にもなんかいろいろできてすごい楽しいとか思って、久しぶりにこう大人になってから、こう母になってからこう一般人っぽいことができたっていう感じがしました。こうお母さんだけじゃないこう純子というこの存在で、こうちょっと何かに参加するということができて本当に良かったです。自由時間とかも、みのる先生をはじめ、いっちゃんや、ね、ほうちゃんとか、他に参加しているたくさんの男の子たち、女の子たちが、ほんとお兄ちゃん、お姉ちゃんが、リアとジョナとすっごくたくさん遊んでくれて、もう公園に行っても、まあ、誰か見てるから大丈夫かなみたいな感じで、私もこう喋ったり、スキルをやったりすることができて、本当に楽しめたんです。で、本当に心からそういう、ね、神の家族とこう共に行けて、本当に、なと思って、みんなが可愛がってくれて本当に嬉しかったです。で、まあ、夜のメッセージ、まあ、朝のメッセージはそれで参加することができて、で夜のメッセージはまあ半分くらいは参加できたかなって感じですけど、まあ、夜のメッセージはやっぱり子供を預ける場所もないし、こうご飯を食べた後にこうちょっと公園で遊んで、何おやつをまた食べさせてって感じで、まあ、そんなに自分の時間的にはなかったんですけど、その後のですね、夜中の神の家族との交流の時間が楽しくって、まあ、会話も楽しく、ゲームも、夜中ね、もう夜中2時とかまでね、全部頑張りますよね、こんな違う世界に行きながら話を聞いたりとか、でもすっごくそれがまた楽しくって、でまあ、そんなことをしながらも、部屋に帰って、まあ、お祈りして、明日ちゃんとまた朝起きれますようにって、ちゃんと寝たら、すっごい眠いんですけど、なんとか起きて朝のデモーションにも参加することができて本当に良かったです、まあ、毎日朝じゃない、祈ってから寝ることができたことが本当に良かったなと思います。まあ、どんなに疲れてもやっぱり一瞬一人になって、こう誰も喋る人が周りにいなくて、で今までやっぱりね、旦那さんもいるからなんとなくこう祈るかなとか思って、ちょっと声かけられたりとか、テレビつけられたりとかして、もう全然できなかったんですけど、まあ、この1週間は毎日祈って、そこに着くことができたので本当にそれも感謝です、で今回初めて会った人がすごく多かったんですけど、まあすごい皆さんフレンドリーで、なんか今まで知ってたかみたいな感じでいろんな話して、神様ってもう本当神の家族ってすごいなって本当に実感しました、ね、朝と晩と、今までないほど祈りと時間と持てたことも感謝して、でも祈りはやっぱり自分のこと、自分の家族のことを中心にやっぱりなってしまいましたけれども、まあ、もう少しこの祈りを、お祈りをするということに慣れてきたら、もう少し世間一般の方のことまでも祈ることができるようになればいいなと私は思ってます。まあ、少しずつですけれども、こうして、ね、こういうキャンプを通して、こういう礼拝を通して、私の中で少しずつ成長して、少しします。まだまだですけど、まだまだ本当にたくさん勉強することもいっぱいありますし、聖書も全然読めてないけど、なんか読める時間がもっと取れそうな気もします。これからジョナも学校行き始めますから、そういう時間を使ってもっともっと神様のことを知っていけたらいいなと思います。今回、そうですね、神様の存在に触れられること、この喜びを忘れないうちに、毎日大事に生きていこうかなと思っています。
や素晴らしいメッセージを感謝します、私も今回キャンプの中で最も感動を覚えたことが一つだったんですね。それはこの3世代4世代の子供たちがキリストの弟子として立ち上がっている。で、親たちが確実にこの信仰のバトンを次の世代にですね渡しているその姿だったんですね。私たちの信じる神はアブラハム、イサク、ヤコブの神である。まさに1世代、2世代、3世代全ての世代の本当に神であるということを強く覚えるキャンプでもありました。で、私たちはこの信仰のバトンをですね確実に次の世代に渡していきましょう。本当にこの信仰しか私たちは財産として残すことができないんですね。あの資産であっても、また名声であっても、また本当に多くの財産だったとしても、それらのものはいつかは捨てられていきます。またそのようなものからしばしこの争いや分裂というものも起こってきますね。しかし私たちはこの信仰のバトンをですね次の世代に確実に渡していきたいと思うんです。そしてこの恵みと祝福にとどまり続けるですね、まあ、純子さんも証の中で語ってくださいましたが、歩みを日々選択していきたいとそう思います。今日皆さんでご一緒に第一ペテロの五章の手紙を読んでいきたいと思います。いや今の私本当に励まされました。第一ペテロの五章の6節から11節までを、皆さんでご一緒にですねまず読みしたいと思います。第一ペテロの五章の6節から11節です。私皆さん交互に、お読みしたいと思いますので、私から読みします。皆さん声を合わせて読んでいただければと思います。6節から11節です。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださったのです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。アーメン。アーメン。今日のこの十節において、あらゆる恵みに満ちた神。アレルヤ。今回のキャンプの中でもですね、よく恵まれ様でしたと、語られていましたね。私たちは本当に主の働きをする中で、奉仕をする中で肉体は疲れていくんです。私も生まれて初めてこの1週間のキャンプっていうのを参加したんですけど、もうつい先日までもう疲労困憊でですね疲れ切っていたんですね。本当に肉体勝負だなと。 でも本当にこの疲れる中にあってもですね、私たちはお疲れ様でしたではなく恵まれ様でしたと語りましょうと、素晴らしいチャレンジを受けましたね。本当に私たちが受けているこの救いも、また受けている全てのものも主の恵みなんです。ですから私たちはどれだけ本当に日々の生活に疲れていたとしても、どれだけ生活が苦しかったとしても、私たちの希望は天にありますので、日々感謝しようではありませんか。あのローマ書の14章の17節において、まさに神の国は義と平和と聖霊による喜びである。私も今日の朝のデボーションの中でダビデがですね、あの詩編の16編で、主の御前には喜びが満ちて、神の右には楽しみがとこしえにあると、本当に神の御国というのは喜びが満ちあふれている場所なんです。今回このキャンプに参加された方、もう多分全ての方が感じたと思うんですけども、神の家族って素晴らしいな、先ほど純子さんも語ってくださいましたが、250名近くの方が今回参加されていたんですね。で、私も初めてこのサニーサイドキャンプに参加させてもらったんですが、このおそらく9割以上の方が初対面だったんですね。でも初めて会った気がしないんですね。もうなんか遠い親戚と久しぶり会ったような感覚ですね。でカルガリーにもスージーっていう明るいおばちゃんがいるんですけども、まあ、この教会にもスージーがいますけど、
スージーと今回同じグループでして、もうなんか親戚のおばちゃんと話してるような初めて会ったんですけど、親戚のおばちゃんと話してるような感じだったんですね。でその時ふと思ったんです。ああ、天国っていうのはこういった場所だな。私たちはいつかこの地上を去って天の右に上がっていきますよ。その時何億、もう何十億、もしかしたら何百億という神の家族と再会するんですね。もう挨拶するだけでも1週間で足りませんよすごい数の家族と再会するんですよ。でその時にですね、あ、このキャンプはまさに天国のような場所だな、そう思ったんです。夜中の12時にですねピザが出てくるなんて素晴らしいじゃないですか私も誘惑に負けて食べてましたけども、しかし神の国というのは飲み食いの場所ではないと書いてありますので、まあ、ピザは出てこないと思いますけども、本当に喜びが満ち溢れて、私たちはこのキリストにあって、この地上にあっても一つの家族であるということ、そしてキリストのこの支配のもとに置かれているということをですね、この疑似的に体験できる、本当に素晴らしい恵みだなと思うんですね。一箇所皆さんと御言葉を見ていきたいと思うんですけども、ちょっとコロサイ人の手紙の一章、13節14節をですね、じゃあここ代表して、ハピー姉妹にコロサイ人の手紙の一章の13節14節を読んでいただけますか。13、14でお願いします。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われ、このキリストの支配のもと、恵みのもとに置かれているんです。このもとに置かれているということがとても大切なんですね。以前は罪の奴隷だった私たちが、イエス・キリストを信じる信仰によって今は義の奴隷とされている。心が本当に自由にまた解放されているというこの特権なんです。私たちのこの地上での目的というのは、まあ、今回佐藤先生も何度も語られていましたが、キリストの似姿へと作り変えられていくことですよ。主と同じ姿へと私たちが日々作り変えられていく。日本語においてもこの主に交われば赤くなるという言葉がありますね。私たちはこの一緒にこの時間を過ごしている方に似ていく、そのような存在ですね。先週私の妻の友人が日本から妻を励ましたいということで、わずか3日間だけのためにですね、カナダに来てですね、もう入国審査でも驚かれたそうです。わずか3日ですかって多分前代未聞だったようですね。3日のためだけにカナダに来るという、で本当に妻愛されてるな、嬉しく思ったんですね。で彼女が私たちに会うなりこう言ったんですね、なんか2人の顔が似てきたねって一緒にいるからでしょうか、まあ、犬も飼い主に似るとよく言いますけども、私たちは一緒にいる方に似ていくように作られているんですね。愛する皆さん、私たちがイエス様と時間を過ごせば過ごすほど、私たちは虚しいことに心を向けなくなります。私にはこんな習慣があります。なかなか脱却できません。子供がこんなことに、インターネットやメディアに、私が日本で牧会している子のこういった質問をよく得られたことがあったんです。どうしたらいいんですか。本当に私たちは一生懸命この暗闇をですね、追い出そうと努力するんです。でも本質的な解決というのは、私たちの心がイエス様に満たされることなんです。人が主に向くならばその追いは取り除けられていく。ですからぜひ子供たちと一緒に家で賛美すること、本当に御言葉を開くこと、祈ることを実践してみてください。まあ、そのようなアドバイスをしていました。人が主に向くときにですね、私たちの心は本当の意味で自由にされています。そして解放されていくんですね。ですから私たちは絶えずこの恵みのもとに、キリストの支配のもとにこの身を置き続けるということがとても大切なんです。おそらく他の誰よりもですね、キリストのために労苦していたパウロは、第2コリントの15章でこう語りますね。
私は本来使徒の中では最も小さいものです。もう使徒と呼ばれる価値のないものです。しかし私は神の恵みによって今の私になりました。主の恵みによって私は今の私になったんです。この恵みの力というもの、これは私の想像以上ですね。あのプライドの極みであったパウロを神の器へと変えていったほどの力ですよ。私たち自身をまた皆さんの愛する者たちを主の器として作り変えていくことができる、これがまさに恵みなんです。私たちはこの奉仕をする中、主の働きをする中でですね、賞賛を受けることがありますね。素晴らしい働きですね。今回キャンプの中でもいろんな教会の方にですね、本当にバンファー素晴らしい先生が来ましたね。なんでこんなにすぐ牧師先生が見つかるんですか。ある教会は何年も無牧の教会が時代が続いてですね、なかなか先生が見つからない。でもその時にですね、清子姉妹がね、一言こう言ったんです。主の恵みですね。この一言が許した本物ですね。ハレルヤ。本当に主の恵みでしかないんです。私たちの力ではどうすることもできない。主の祝福そのものが人を通していく。主は高ぶるものを退け、減り下るものに恵みを与えてくださることです。高ぶり傲慢というのは主に敵対するものですね。私は絶えずこの恵みの世界にとどまり続けるということ。パウロはまな弟子であったテモテに、まあ、テモテという人物はですね、ちょっと引っ込み思案と言いましょうか、まあ、臆病な一面があったようですね。しかしパウロはこのテモテという人物をですね、人間的な言葉知恵によって励ましたのではなく、あの第二テモテの2章の1節、後で開いておいてください。このように語るんです。我が子よ、イエス・キリストの恵みによって強くなりなさい。主の恵みによってあなたは強められなさい。最高の励ましじゃないですか。私たちは日々語らなければいけないことが多くあります。また語るべきでないことを多く語ってしまう弱さもあります。お前する皆さん、私は何よりもまず主の恵みを語るものでありますね。もう一箇所皆さんの言葉を見てみたいと思いますが、詩編の32編、ここに皆さんで読みしていきます。詩編の32編の10節、一箇所だけですが、ここ皆さんにご一緒にしましょうか。よろしいでしょうか。詩編の32編の10節です。3、はい。悪者には心の痛みが多い。ただし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。アメン。恵みがその人を取り囲む。まあ、この英語の言葉は embrace という言葉が使われています。抱擁するです、ね、抱きしめるという言葉ですね。ちょっと今お隣の方にですね、主の恵みがあなたを抱きしめてますよ。じゃあそんなような挨拶をちょっと伺ってみましょうか。主の恵みが抱きしめてるんですよ。もう取り囲んでると少しお堅いイメージがありますけど、抱きしめてるんですよ。ハレルヤ。私は主を信じる信仰によってこの恵みというものがもう満ち溢れてるんです。しかし皆さん、ここよく聞いてくださいね。私の生活には恵みが満ち溢れているんですけども、この恵みの中にとどまり続けている、そのような生活を営んでいる方というのは実は多くないんです。ここは私気をつけたいと思うんですね。ですから聖書は語り続けるんです。神の愛にとどまり続けなさい。主の愛にとどまり続けなさい。恵みにとどまり続けなさい。あの報道息子が自由気ままな生活をし、父の財産を湯水のように使い果たして、何か自分の生活がぎこちない、何かボタンがかけ違えている、その違和感を感じた時にですね、彼は父のもとに帰ってきたんです。自らのもとに、その自らの罪を悔い改めて父のもとに帰ってきたんです。しかし息子がこの罪を告白する前にですよ、父はこの息子を見つけて走り寄って口づけし、まさに抱擁したんです。まさにこの抱擁こそが許しの証だったんです。あす皆さん、私たちが自らの罪を告白することが許しを得る条件ではないんです。許しはすでに父のもとにあったんです。
ここをしっかりと覚えたいと思うんですね。許しはもう捨てる父のもとにもう本当に備えられていたんです。ある方はですね、私はこんなことをしてしまった、またしなかったので、ここにこんな過ちがあるので絶対に許されない。違うんです。許しは父のもとに備えられているんです。で、放蕩息子はこの父のもとに帰るまで、この神の愛というものが、許しがどれほど大きいものであるのかを気づかなかったんですね。しかし彼の偉かった点は、そのことに気づいてお父さんのもとに帰ったことだったんです。今回かなさんが、小林かなさんですね、約1年半ぶりに、父のもとに、教会のもとに帰ってくれました。今日はもうちょっと事情があって来れてないんですけども、このキャンプの中でですね、このグレースチャーチの方で全員でかなさんと祈ったんですね。かなさんが涙しながらこう語ったんですよ。私こそ放蕩娘でした。本当にこの神様の愛というものが、また皆さんに愛されているということを改めて気づきました。神様は本当にしつこいお方でした。まあ、そんなこと言ってました。で、私はですね、かなさんにこう言ったんですね。まあ、詳しい経緯は私は知りませんでしたけども、1年間ずっと祈ってましたよ。そしたらかなさんがこう言ったんですよ。みのる先生のしつこさにも感謝しますと。アレルヤ。愛する皆さん、本当に父の愛というものは、恵みというのは私たちを取り囲んでいるんです。ですから私たちはこの恵みにとどまり続ける生活、ぜひ目指していこうとありませんか。そしてこの恵みにとどまり続けるものというのは、具体的にですね、今日最後に一つ皆さんにどういったものたちであるのかというのをお分かちしたいと思います。主の恵みにとどまり続ける、また生活を目指しているものたちというのは、主を恐れるものたちなんです。私たちは日々の生活の中で主への恐れを忘れて行動していくときに、サタンに隙を与え、恵みからそれた生活へと導かれていってしまうんですね。同じ詩編の中で1ページめくってもらいまして、34編の7編にこのような言葉があるんです。ここも皆さんでご一緒に読みしたいと思います。詩編の34の7です。よろしいですか。3、はい。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。もう一度読みしましょうか。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の御手を動かす祈りというのは、また王の心さえも作り変えていく祈りというものは、まさにあのエズラ記の8章の24節から36節に書かれているように、神への恐れと清さを持った者たちの祈りなんです。まさに義人の祈り、すなわち恵みのもとに、キリストの支配のもとに置かれ続けている者たちの祈り。その祈りこそが主の全能者の御手を動かしていく。ですね、皆さん、今朝このことを私深く覚えたいと思います。私たちの祈りというものは、この天と地を作られた万物の作り主である神の御手を動かすものです。それは人の岩のような固い心をも溶かし、また上に国の上に立つ者たちの心をも作り変えていくことができる祈りなんです。そしてあのエズラは、あのエズラ記の8章の23節で、私たちが断食を持って主に祈ったときに、主はその祈りを聞き届けてくださった。私たちなんです。エズラはエズラに従ってきた者たちに、皆さん一緒に断食をして祈りましょう、もうそのように呼びかけたときにですね、彼らは一緒に賛同して共に心を砕き、断食を持って主に祈り捧げたんです。一緒にこの祈るということがとても大切なんですね。昨日私たちは本当に主の恵みの中で共に断食をして、この集会を持ちましたね。私は主が私の祈りをすでに聞き届けてくださっているということを確信しています。そしてこのグレースチャーチとして、また個々の信仰としても、皆さんの信仰生活においても、主が新しいシーズンへと私たちを導いてくださっているということも確信しています。ですから私たちは御言葉の約束にあるように、主の恵みが私たちを抱擁している、取り囲んでいるということを確信しですね、主を恐れ敬う生活を、新しい1週間も目指していきたいと思うんです。
のことを心から願うものはアーメンでしょうか。アーメン。一言お祈りしたいと思います。しばらく皆さんで今朝のメッセージをお届けしていきましょう。主よ、あなたの恵みをありがとうございます。主の道にしていただきます、はい、私たちの日々を新しく作り変えられます。主イエス様の主よ、私の血をあなたのイエス様の恵みと、また主よ、あなたの日を通りに出してください。あなたの恵みを、あなたの日がたくさんの主を忘れることになる。以前は主よ、神を知らないものだったんですが、今は変わったんですよ。ありがとうございます。ハレルヤ、主よ、あなたの主よ、あなたの主よ、オーラの主よ、あなた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 の主よ、今日私たちに主よ、あなたの主よ、今一人一人に今あなたを触れてください。聖霊の豊かな恵みの中で私たちを真理のものに作り変えてください。ハレルヤの主よ、あなたの私たちの本当の主よ、あなたの恵みが私たちを取り囲んでいる。この素晴らしい恵みの世界に私たちを今あなたが導いておられることをありがとうございます。主よ、ありがとうございます。主よ、オーラの主よ、今皆さんの中で私ももっとあなたの恵みの世界を体験したい、もっとあなたの恵みの世界を理解したい、日々の生活で味わいたいと願っている方は、ぜひその場所に立ち上がってください。その方々のために時に今この朝をお越したいと思います。今特に主の心心を向けていきたいと思います。主はあなたは乾くものを満たしてくださる方。私たちは切なる上渇きを持って、また心の叫びを持って今あなたの恵みをしたい求めます。この朝あなたが恵みの御手を持って私たちを神の御宮へと集め、あなたの恵みの王座の御前にあって、私たちの心を喜びと感謝で満たしてくださっていることを覚えてありがとうございます。主よ、今あなたの御前で信仰を持って立っておられるお一人一人に、新しい習慣、恵みの中にとどまり続ける主の信仰を、恵みの中に生き続ける信仰を豊かに添えてください。御言葉を知るだけではなく、御言葉のうちを生きるものとして、あなたにもっとすがり、あなたにもっと信頼するものとして、私たちを今この臨在の中で作り変えてください。私の生活の中にはさまざまな必要があります。さまざまな嘆き、悲しみ、またあなたへの祈りもあるかもしれません。しかし何よりもまず私たちはあなたの恵みの世界に生き続けることを選び、あなたの恵みを高らかに賛美し歌うものとして、日々の生活を歩むことができますように。聖霊様、その信仰を増し加えてください。もっとあなたを深く知ることができますように。イエス様、もっとあなたと深く交わることができますように。忙しさを言い訳にすることがないように、主よ、どうぞ私たちの心を強めてください。大事の方を大事とすることができますように。主よ、あなたの恵みが私の人生にすでに満ち溢れていることを心からありがとうございます。もっと教えてください。主よ、もっと教えてください。あなたにもっとすがることを教えてください。主よ、主よ、あなたが私の人生の中心であり、このグレイスチャーチの中心であり、私の全ての中心であることを心からありがとうございます。主よ、あなたの恵みを心から感謝し、主イエスキリストの名によってお願いします。主が私たちの人生の中心にいてください。教会の中心にいてください。もういてくださいと私たちが本当にこの願い叫び求めるそのような賛美であります。共に皆さんで願っていきたいと思います。
イエスがいてください。Yes.
その愛は全地を治め、私の人生を治め、この教会を治めておられるこの素晴らしい神の愛が、またイエス・キリストのあの死にまで従われた豊かな豊かなあの十字架の恵みが、そして聖霊様との親しき深い親密な交わりが、この朝あなたが恵みの御手を持って寄せられたあなたの愛する息子娘たちの上に、またその愛するご家族の上に、新しい週間も豊かに豊かに捧げますように。主の祝福を一同に宣言し、主イエス・キリストの御名によってお願いします。1点だけアナウンスメントをさせてください。来週23日の日曜日は、カスケードポンプの合同礼拝になります。水野牧師がメッセージを取り付けてくださいますので、祈りを持って期待して臨んでいきたいと思います。一品持ち寄りでよろしくお願いします。来週にお伺いします。